なんかあったら連絡してこいよ。あら、篠崎くん？制服も無事に届いてるみたいだし、よかったよかった。まだホームルームまで時間があるけど、ちょっとくらい早めに行っちゃってもいいか。早くホームルームが終われば、その分クラスの子と話す時間が増えるでしょ。名簿持ってくるからちょっと待っててね。お待たせ、行きましょう。はい、みんな、少し早いけどホームルーム始めるわよ。今日は転入生が来てるから、みんな仲良くしてね。転校生？男？女？男の子よ。しかも優しそうなタイプ。おお、かっこいい系よりはかわいい系かな。マジ？あ、本当だ！ちょっと挨拶もしてないのにフライングしないの。ごめんね。入っていいわよ。彼は篠崎亮太郎くん。以前ここに住んでいたこともあるそうなので、もしかしたら知り合いがいるかもしれないわね。よろしくね。よろしく。篠崎くんの席は島林くんの前ね。俺が島林ね。
よろしく。早速人気者だね。それじゃあ転入生の紹介も終わったし、連絡事項だけど